さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はこちらの焼酎中村のレビュー動画となります。こちらの中村は昔飲んだことあったんですけど、久しぶりになんか飲みたくなって買ってしまいました。ではレビュー行ってみたいと思います。まず開栓時なんですが、旨味を感じる重厚感のある香りです。結構芋焼酎らしい、いかにもですね、作ってる最中みたいな香りがしますね。ロックにしても系統は一緒なんですが、深い甘さのある香りも読み取れます。口に含むとまろやかさ、透明感、軽快さ、膨らむ旨味にほんの少しだけ酸味、甘さはあるものの爽やかな程度です。後味よりに苦味や辛さを感じた後、どんどん辛みが増し、飲んだ後にはドライな印象です。余韻はずっと感じますね。1対1の水割りにすると甘さが目立つようになります。まろやかさ、透明感もさらに増し、ドライな部分は減少します。コクは若干感じまして、気品のある芋の香りを感じ、キレもよく美味しいと思います。焼酎3お湯7のお湯割りにするとまろやかさ、甘さ、コクが強く出ます。若干の辛さがいい刺激となり、アルコール感もしっかりあります。55のお湯割りにすると甘みがかなり増しました。旨味、強いコク、若干の香ばしさ、後味にはしっかりとアルコール感があるんですが、人によってはべったりとした甘さが気になったり、アルコール感が消毒液っぽく感じてしまうかもしれません。全体的な印象としましては、とりあえずですね、結構濃い感じはしますね。あと滑らかで丁寧と言いますか、とても、高級感があると言いますかね、ちょっと格が上の方の感じと、あとレベルの高さをすごく感じるんですが、美味しいとは思うんですけど、僕はちょっとこちらの中村が少し苦手な部分がありまして、なんて言うんですかね、濃すぎるんですかね、ここまで濃い感じだと、緻密と言いますかね、なんと言いますか、凝縮された感があるんですね。ですのでこれを飲むときは、お湯割りだと、そうですね、僕37っていうのを愛用してますけど、これはもっといってしまいたい感じがあります。19とか下手すればそれぐらいですね。水割りに関してもそうですね。よく5対5で、5対5というか1対1の水割りをしたりするんですけど、中村に関してはもっと薄いのが1対4ぐらいでちょうどいいのかなというか、好みな感じがしますが、そうなるとさすがに風味はいいものの、味の面ではそんなに強くはないものですから、そういったところでちょっと、こちらが個人的にはそんなに好きではないという、そういった内容になりますね。ただとてもレベルは高いと思いますし、これをすごく美味しいと思われる方が多いのは納得できます。入手の方なんですけど、これはなかなか量販店なんかだとそんなに置いてはいないと思いますね。特約店が基本の商品かなと思いますので、特約店に行けば今だったら入手はしやすいかと思います。昔はプレミアで手に入らなかったりしたんですが、今ではそんなことはあまりないと思いますね。では今回のレビューは以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。